ウィスコトンです。今回ですね、やっぱノラブロスターでやってたら、まあ、この味方よえみたいな人から、こいつプロかみたいな、クソうめえみたいな人までいるわけですよ。え、なんで今回ノラランキング作っていこうかなと。まあ、ノラを SABCDE に、まあ、ジャッジして、まあ、そのノラがどれぐらい強いのかっていうのをね、皆さんの指標となるような動画をちょっと作っていこうということで、大量に人を傷つける可能性があるんですけど、まあ、これちょっと思いついちゃったんで、まあ、一応やっていくしかないということで、まあ、よかったらね、チャンネル登録お願いしますということで、やっていきましょう。さあ、味方はダイナマイクとスーですね。まあまあまあ、まあ、キャラピックはまあ一旦置いといて、まあ、真に見るべきはあの PS なんで、で、味方のノラランキングが分かるってことは、例えばまあラフス大佐で、まあ、強い味方に救援物資を上げると強いやつがより強くなるんで、まあ、いいことばっかりなんで、大丈夫かダイナ、ダイナ大丈夫か、ガジェット当たったか今。さあ1キル、いいね。2キル、え、あっつい、それあっついぞお前。3キルこいつは S、 こいつ S すぎる。神味方引いてる。おっと、あ、まあ起死回生の、まあ、ガジェット、あ、まあまあまあ、でもね、決定打が、ね、ないとね、やっぱサッカーは点決めるゲームなんで、やっぱまあ、メッシも、ドリブルだけメッシ、点決められないメッシ、あ、まあまあまあ、一旦まあまあいいでしょう。まあまあ、かなり点は高いですね。で、まあ、スツーはちょっとなんか、ちまちま攻撃与えてるだけのような気がするけど、やばい。まあまあまあ。で、ガジェット壁壊し。あ、1キル？ナイス？さあ、あるか、あるか。あ、まあまあまあ、ちょっと強引かな。うん、まあちょっと強引なシュートな気がするけど、まあ、ウルトはね、別に、うん、捨てなんで、で、このダイナマイクご褒美どうぞ受け取ってください。まあこの人はまあまあ B はある、まあ B、まあ A かな、今のところ A ランクぐらいなんで、さあこれはなんかしょうがないよな。ダイナマイク、こうパス、いいパス、いいパス、でもでもある、ある、ある、いいシュート、いやー、雑魚ばっか、おい、雑魚ばっかやんけ、これどうすんだよお前。ちょ、得点力なさすぎ、うちのチーム。チームバランス終わってるぞ、これ。え、これファング来る。ちょ、ダイナ近づかんといてくれ。え、これガジェットね。あ、これまずいっすね。これちょ、マジでまずい。スツーナイス。スツーが一回ボールクリアからの、あ、まあちょっとしょうがないか。え、ガジェット食らって、これちょっと止めれなさそう。止めたら神、止めたら神、止めたら神。凡人。いや、まあちょっとしょうがない部分はあるけど、しょうがない部分はあるけど、まあまあ、うん、まあまあ、そうやね、普通やもんね、別に。だって、まあ、普通は普通って言って何が悪いみたいなところあるけど、いや、これはどうしよう、まあ、いっちゃん倒しといて、あ、これは、うわ、最悪、今ワンチ生きてたらあったけど、いやー、まあしょうがないな、これどうなんやろ。まあ正直ダイナは A、まあ、まあ相性が悪かった、普通はまあまあ、まあ、B ぐらいあったんじゃん。俺は、俺どうなんやろ。俺はまあ結果だけリザルト見て決めようか。S! 負け MVP は S! 言ってて恥ずいな。さあ今回の味方、まあ、このコルトですね。いや、匂いがプンプンするね。まあ名前からしてもお察しみたいなところちょっとあるもんな。さあ一旦じゃあ、どうしよう、まあ、ガジェットナイス壁割り。はいはいはい。ファングもちょっとずつウルト溜まって、まあ、これでちょっとずつ前線押し上がってますね。まあ、ノーダメぐらい。もうほぼノーダメで、こう前線押し上がってっての。おっとおっと、モツス体調悪い。モツスちょっと体調悪いようですね。あ、いや、おい、ファング、お前、今ウルトなかったら終わってたから。あ、ちょっと待って、これ左やばい。左やばい。これやったか、俺。あ、俺下がっとく必要あったか、これ。あー、まあまあ、ちょっとごめんなさい。本当にこれ確実に悪い。まあ、これは俺が悪いですね。なんですけど、まあでも、あくまで今回評価するの味方なんで、俺じゃないから。俺を評価しない。俺の評価はもう十分動画いっぱいあるんで。さあ、で、まあ、このちょっと体調悪いモーティス、まあ、牽制しつつの、あ、これ来る、いや、来ない。まあでも、これね、火力上がるんで、結局。まあ、打ち毒みたいなとこあるんですよね。で、これはいったか、こう、マンチ。避けたら、あっつ、いいパス、いい前線の押し、いいでファング。さあ、まあ、次のウルト次第、まあ、次のウルトでもうボコボコにしちゃってください。で、俺がウルト貯めてファングに、待って待って、ファング、なんでよ、なんで、今までよかったやん。壁割れよ、お前は、お前は壁割れ。そろそろガジェットで前の壁割ってくんねえか。コルトがコルトである意味がない、それだと。まあまあ、でも、おっと、おっと、この、
このモティス やはり体調が悪いようだちょっとインフルエンザか。はい、ガジェット2匹に当てていきの美味しいですね、かなり。でこれファング耐えられるか、ウルトいるか、一応上げといて、はいはい、よく耐えた。では一旦前線押し上げていきの、どうなの、これコルトね、軽く出してんのか出してないかわからないんですよね。まあ、これちょっと壁割っててほしいな。まあ、最悪、まあ、コルトが頑張るよって言うならウルト上げます。これご褒美あげるんですけど、あーまあこれはちょっとファングかな、ファングにウルトかな、やっぱり。まあ、これちょっとボール出しといて、こワンチコルトあるか、ウルト壁壊しシュートあるか、ガジェット使っていかない、あるかあるか、まあまあしゃあない、まあまあしゃあない、これちょっと助けてあげる、お前に可能性を感じた、ナイス。いやなんだかんだねこいつらうまかったな、賞味 S あげてもいい、D いや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 、お前さマジで、お前さ聞こえてた、完全に調子乗ったよね君ね、え途中まで良かったけど、お前はさあ、俺はもう自信なくしてさ、もうシュートできてないじゃんいやもうおもろすぎなお前。いやファングうまかったな、やっぱり。軽くどれくらい出てたんやろコルト。さあ来ました、うわ熱い、これはこのエドガー熱いね、エドガーと思うんですね。もうこれもう地雷トップ2やからね、これもうどっちかなんよ、ほんまにうまいかほんまに下手くそかのどっちか。さあこれはちょっと回復してあげないとやばい。まあ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 、おそらく俺の嗅覚が正しければいい、このエドガーは楽しみやね。さあ、まあ、でもエドガーなんで今回ねコルトとグロームは両方倒せるんで、まあ、そこは見どころっすね。どこ行ってんのお前、なるほどコルトね俺の3発の回復なかったらお前死んでたからな。でも結果的に相手のリロード全部奪わしてたんで、熱いエドガーいい、え自殺志願者なんでそっちに行ったなんでなぜだろう。まあまあこのモテスいいっすね、正直 S 上げてもいいね。なんかまあ相性はいいとて、かなり動きがね洗練されてますね、サイドが。やばい、エドが見すぎた、ごめんなさい、これはちょっと俺が悪いけど、エドが死んでいく、コルトにやられていく、コルトにやられていく、おまうまいなこいついいね、こいつ当たり、サイドがいけ、グロムいけるよ、グロム倒せるよ、いかない、ちょっと遅い、帰ってこいおいお前のせいで一緒に狩られたいんけ、お前こんなやつについていくんじゃなかった。さあ、いややっぱモーティスからも俺お前は信じない。これちょっとガジェットで回復しながら、そのアイスキル、もう俺か回復した、あ待ってミスった、うわやばい、あこれやばい、エドが1キルだけしてくれ、お前倒した1匹でも倒した、お前さあちょっと落ち着いていこう。さいやモーティス、じゃあのバスターがねひたすら強いんで、俺が削るかどうしよう、死んだらダメなんで、これ回復してあげて、オッケー、あったかい回復。さあそしてエドガ、そろそろ見せ場を作ってくれエドガ、これちょっとゆっくり行こうぜ、エドガ避けてナイス、行くのか、いったらダメだな。さあタイミング見ていきましょう、まだまだまだ落ち着いていけ、まだ今か、早い、ちょっと待って、うわくそエドガー E、 モーティス S、 俺 C。 はい、ということで、まあ、最近の味方はね、なんかめちゃめちゃうまいやつとめちゃめちゃやばいやつがなんかね大量発生してますね。なんか普通があんまりいないような気がするんで、まあ、この動画参考にしてね、あの今マッチングした野良がどれぐらい強いかっていうのをね、皆さんの中で基準作ってみたらいかがでしょうかということで、今回ご視聴ありがとうございました。